ルーツ JDL オールジャパンシルビアドリフトフェスティバル2019マゼサーキットで行われていますが、いよいよ8人のドライバーが優勝を目指してここから準々決勝に臨むということになります。4人に絞られるということになります。まずは先行シードの野島、これはまたシードで上がってきました山崎の対戦です。後追いが山崎です。10-0、これは今度は入れ替わって先行山崎亮太、後追い野島です。野島何にもやることないよこれ、うん、10-0 だからね、1本目そうですね、そうですね、余計なことしない方がいいと思うよいや本当に意外といいところを見せたいっていう あるかもねそうですね、あるかもね、ありますよ。うまいうまい、64野島ですね。さあこれでベスト8からベスト4、はい、一番乗りが野島選手です。はい、おめでとうございます。さあ続いて神谷対長澤、はい、明かり先行、後追い神谷、はい、長澤がまず先行で後追い神谷で、これはやられちゃうね。さあどちらが勝つか、がっつりやられちゃいますね。あやられちゃうね。あ入ってんな。が康介がいいところ見せてくれればいいですね神谷が、うん、やりすぎなきゃいい。あうまい、あうまい、神谷64、うまい、うまいですね、うまい。さあこれで神谷選手がベスト4進出、はい、ベスト4のまず一つの山は78番野島対神谷です。続いて、はい、堀川対岸梅、はい、うん、近い、やっぱこのクラスになってくるとみんな近いですね、うん、うまいね、うまい。ちょっと離れてるけど、まあ、64かな、64ですかね、岸梅、はい、今度は入れ替わって先行岸梅、後追いが堀川です。これは岸梅逃げるな、うん、逃げてます、うん、逃げてるね、後ろ何もしてないね、そうですね、後ろに回る64、岸梅、さあこれで岸梅選手がベスト4進出です、はい、続いて海瀬、中村大輔、海瀬が先行、あうまい、いいですね、うまいね、うまいですね、うまい、64、はい、さあ最後のベスト4の一枠、はい、大輔先行、中村大輔先行、後追いが海瀬です、はい、あ逃げるかな、ちょっと離れたか、5分、はい、ってことは中村さん、ことは大輔、中村選手ですね、はい、はい、ベスト4が出揃いました。まあやっぱりこう名だたる選手が残ったよな、ね、はい、シルビア使いが残ったよ。まずは先行の島です。後追いが神谷康介、ともにシードベスト4まで上がってきました、はい、入るな神谷先行の島です。神谷後追い、64、さあ入れ替わって、はいはい、さあ野島追い込まれた、
近いよ、あ、ちょい離れてるかな、ちょい五分。したがってカーナンバー82神谷選手が、はい、上がり、はい、はい、決勝に進出ということになります。おめでとうございます、はい、さあ、OK です。はい、続いてはこちらの山です。岸梅カーナンバー81、はい、98中村大輔これは面白いよ。これ面白い、ね、中村大輔は予選から勝ち上がってきました。これは面白いと思うよ。奇襲目が逃げるんじゃないかなとは思うんだけどね、はい、ちょっと逃げてますか。あー、際どいな。なんか似たようなもんだな。五分。五分ですね。なんかちょっと奇襲目にミスもありましたね。うん、似たようなもんだね。どっちもどっちミスしてるし。さあ、最後の椅子をめぐって今度は入れ替えて中村大輔先行、後追いが岸梅美幸です。まあついてますね、うん、近い近い、あ、近い、大輔より近い。俺は取ったぞ、うん、はい、64。これは64ですね。岸梅の方がこう行くぞっていう、そうですね、さあこれでルーツ JDL、はい、いよいよ決勝進出者が決まりました、はい、3位決定戦です。カーナンバー78番の野島拓也選手とカーナンバー98番、はい、中村大輔選手のまずは先行が野島、後追い中村でまず来ましたね、スタートになります。距離感はいいですか。おー、大輔勝負かけたね。近いぞ、もう近い近い、もう近い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 、64、はい、64大輔、はい、終始近かったですね、うん、近い、攻めていかれてました。やっぱあのくらいの距離を保って、ね、ヘアピンから審査席まで来ないとね。さあ入れ替わってスタートです。これはいい距離だと思う。さあ面白いぞ、問題はここだ。ああ、離れてしまったか。よし、ただどうか。ゴブ、ゴブ、はい、うん、審査席前も1メーター以上離れてるでしょ、はいはい、これで3位は見事中村大輔選手と決定いたしました。おめでとうございます。あ、さあ優勝決定戦、3位決まりましたね。神谷対岸梅だよ。さあスタートです。先行神谷、後追い岸梅。距離感はいかがですか。最初のところいいと思いますよ、いいと思いますよ。問題はここからです、うん、お、近い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 、おーっと近いぞ、近くて近くて、思わず土屋さんが拍手。うまいうまいうまい64岸梅、うまい、思わず岸梅来ました。初めて拍手されてるのを見ました。土屋さん、エアピンの立ち上がりから気迫があるよね、うん、その S 字のあの距離にしても、はい、当たってんじゃねえかっていう距離で来るじゃない、うん、審査席まで。あの、でやっぱり審査席前も近いじゃん、うん、そうですね、距離が。今のはすごかったな。確かにドキッとします ね最初から、うん、確かに。これで神谷にスイッチが入りましたね。入りましたね。やりすぎなきゃいいけどな。やりすぎなきゃ大丈夫。やりすぎなきゃね、そうですね、うん、ルーツ JDL オールジャパンシルビアドリフトフェスティバル2019マズサキと、さあここで優勝者決まります。さあ神谷やるかやるか。攻めてますね、攻めてますね、攻めてますね。神谷後追い、こっからです。距離的にはいい、いいね。さあこっからちょっと離れたか。いや、まっすぐっぽいな神谷。ちょっと離れたか。これはこれは
それはダメだろう。これダメです。六四冠目はサドンデス。ですよね。もう一回ですね。サドンデス。なんだ今の奇襲名。さあ、白熱した決勝になってます。これ奇襲名入るな。先ほどの奇襲名は見事でした。うん、1本目の追走。先行神谷。奇襲目追走。近いな。近い近い。いや近くて近くて。近いな。これは近い。うまい。すごい。六四。あと追いうまいですね。うまいな奇襲目。全然。あと追い得意とかやっぱあるんですかね。どうなんですか。まあその時のコンディションにもよるんだけど、ね、今日の奇襲目は乗れてる。乗れてますね。うん、折れてるわ、かっこいいよ、うん、さあ、泣いても笑ってもここで決まるかどうか、はい、さあ、来い、行きましょう。さあ、1本目6-4、トータルこれが4本目の両者の対決になります。入れ替え、ルーツ JDL オールジャパンシルビアドリフトフェスティバル2019決勝です。神谷まっすぐだ、離れてる、はい、5.5 奇襲目、奇襲目です ね、 ね、はい、決まりですね。さあこれで優勝者が決まりました、はいはい、ルーツ JDL オールジャパンシルビアドリフトフェスティバル2019見事チャンピオンに輝いたのは岸梅美幸選手です。おめでとうございま す、 おめでとうございます。会場の皆さん盛大な握手をお願いいたします。優勝ブリットのシートです。優勝のブリットのシートから、はい、はい、ルーツ JDL といえばこちらブリット様より職人シートを後日郵送させていただくということで、はい、まずは目録という形になります。おめでとうございます。シルビアのみっていうその縛りのある大会ってなかなかないんで、すごいそのシルビア同士誰がうまいっていうのがすごい興味あったし、その同じ車同士でやったらものすごい差が減るから面白いのかなと思って今日は参加したっす、はい、もう本当嬉しいしかないですね、はい。相手はあの練習とかで結構合うん で、まあ、見てても一緒に練習しても勝てる気しないんですよね、いつも。で、まあ、今回こういう場所で決勝で当たったんで、まあ、負けても壊れてもいいか、とりあえずできること一生懸命やろうみたいな、そんな感じで走りましたね、はい。エンジンとかボディを地元のリファインドっていうショップで作ってもらってて、まあ、そこのショップに、まあ、すごい信頼を置いてるんで、まあ、安心して何でもできる、踏めるっていう感じですよね。ハンドルを切るのにこう動くナックルのが重要になるんですよね、ドリフトだと。それが今使ってるこのデグラスさんのナックルをちょっと前から使わせてもらって、それだと結構追走相手に対してアドバンテージが取りやすくなるんですよね。その後追いがすごい楽に運転できるというか、車が走るというか、そういう感じなんで、